麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の日吉達也です。ただいまより第三十六期鳳仙 a ーツーリーグ最終節しいたくの模様をお送りします。解説は瀬戸熊直樹が務めます。瀬戸熊さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、初、うん、めに本日と先紹介をしてまいりましょう。はい、えー、まずはこの方、トータルポイントプラス十三点四。第七位、山田裕之。続きまして、トータルポイントプラス三十六点二。第五位、内川幸太郎。 続きましてトータルポイントプラス16.6第6位古橋ハそして最後トータルポイントプラス4.0第8富士島健次郎、はい以上4名での対局となります。はじめに成績をご覧いただきましょう。はい、えー、いよいよ A 砲戦 A ツリーグも残すところ2節本日は C クご覧の4名での対局となります。瀬戸まさん見どころいかがでしょう。うんあんまり見どころないです、ね。見どころない。<laughs> まああの全員ね、はい、あの無事。 残留で終わりたい4人なんで、はい、<laughs> あのまあ C って言うと誰かが三ラスとか引いたり、うん、まあ内川さんや古橋さん山田さんあたりが三連勝したときにはちょっと欲が出るかもしれないですけれども、うんはい、まあ一年の総決算として A2 リーグにふさわしいマージャンを見せてほしいとだけ思ってますはい、はい、ありがとうございますさあ対格の準備ができているようです第36期法戦 A2 リーグ最終節 C タク一、はい、回戦闘杯の開始です <laughs> はい。ただ立ち合いに広島田の合図により1回戦が開始となります。改めまして1回戦は小茶から山田、南茶、内川、シャーチャ、古橋、ペーチャ、藤島の並びで開局となります。とんの1局、ドラは9ピンです。さあ残すところこの C 卓と D 卓の2卓のみ1年にわ渡って行われた全11節で行われた A2 リーグも最終節となりました。 まずはこちら、山田のハイパイ、ウーピンがあんこになっています。続いて内川、メンツはゼロですが、両面が3つほど、古橋はピンズで1メンツ、そして藤島はスーピンがあんこ、両面が3つほどといったハイパイと、下敷きまで見えるか。さあ。 えー、この中では瀬戸熊さんどうですか山田あたりはこう毎年優勝候補に名前も上がりますし、はいうん、内川も、まあ、A‐1 高級しての1年目復帰をもう一,一気にしてやるぞという気持ちで今季戦ったと思うんですがこのポイントというのは そうですねちょっとなんか寂しいところもあるでしょうけど、えー、でもあの途中までね、はい、誰が高級してもおかしくないぐらいの数字で推移してたので、はい、まあほっとしてるとこが大きいんじゃないですかね。なるほどあれだけの接戦となると下も不安になるっていうことですか、うんはいですね、特に古橋さんはね今日ね始まる前ちょっとカメラ目線使ってたぐらいだから、はい、余裕ありますでしょだからちょっとあの顔色変えてほしいなぐらい <laughs> 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 思いましたけど <laughs>。 <laughs> 藤原あたりはこう毎節紹介の時にはカメラ目線でアピールしてくれてましたけどみんなわりこうアピール少なめでしたが今日はもう大丈夫だっていう感じしのまあ古橋さんとしてもよくここまで耐いたなっていう感じでしょうね、はい、多分ね。うん、ただ藤島さんあたりは1回戦にラス引くとちょっと怖いなって感じはしてるでしょうね。ちょっと怖いですよね藤島はい 0.5ポイント負けると白鳥より下行っちゃいますのでここは大事な場面ですよねだから藤島さんとしてもラス引くにしても、はい、初戦で内川さん古橋さん山田さんに7万点8万点の大きなトップを献上しないことですよねそうすると相手がその気になるそうなんですよね一、うん、人でもあのやる気にさせてははいいいけない、はい うん、どうせ散るならみんなに平等に渡して散った方がいいってことですね, <laughs> ですね、はい、最終戦このポイントで全員が迎えたら、はいあのー、ほぼね、うん、本んとになんか全員そのままそうです、ね、終わりですね、はい、みたいな感じになると思うんで、えー、まあこれが3回戦終わった時にどう数字が変わってるかわかんないですけれども。はい まあこの中で一番下の藤島がややその怖さは抱えている、ね、あの現実的に考えてやっぱり上位陣の2人が160ポイント超えしてるんで、はいはい、これはこのトップの久さんよりも上に来る,来るぐらいの数字にならないと現実性はないですよね。ちょっと下ぐらいだと多分、えー、3位の黒澤さんか1位2位の人がその数字は超えてくると思うんで。はいう そうなるとちょっと昇級というのは非常に難しいラインに今あるということですね。うんはい、さあこちらが山田トンを持ってきてこれが1枚切れうん、うん、これは安泰候補ですか直前にトンが1枚切られていました。内側にもトンこれは切っていく、はい 数万を引いいて払ます藤島は数ピン関してないんですよね3巡目のそうですね一応念のために安牌になった時は3枚もしくは E ピン入れて5枚安牌で使いたいということですね切る幅も残しているさあ山田がドラの9ピン重ねてチートイドラドラのいいシャンテあっと痛いそうですね2度受けだったんでいいすそを残すかと思いましたけどはいいいすそ3枚切れだったんですね この選択は致し方なしか、うん、こういう9600が削減すると一気に均衡を崩れて寒くなってきますよね <laughs> えっってなりますよ <laughs> 俺かよみたいな <laughs> これを<ー>6人とち見て、はい、ドラが9便ということもあります、はい、そっかとあこれで天敗ですね、はい、サブローマンローマは入る、うん、出ないですね、はい、これでいいシャンテン この手を3色に持っていこうということは内川これはちょっとまだギリギリのラインの昇級は、ねはいまあ、内川さんは高級ラインまで結構100ポイント以上ですか、はい、あるのでやっぱり上を見ますよね特にこの初戦はい本当に6番手7万点8万点のトップ取ればそのチャンスはありますからね、はい、一応ねダブル役満万とかもあるルールですから、はい、何が起こるか分かりませんよ これで、りゃんかんりゃんめんとなり、酸素ぎり。うん、うん、ここは。どう選択しても上がりがあったかもしれません。まずは古橋のつも上がりです。つもピンフ、ドライチ。七百千三百のつも上がりとなりました。この手をリーチしないとなると、やっぱり古橋としては。うん、なんていうのかな、こう。目いっぱい振ってこうっていう感じではないですね。あのー、まあ、曲を。淡々と消化しよう、はい、って、ムいましたと思いますね。 百五十ポイント離れた上級を狙えるよりは、はい、まあ百負けると高級ありますからね。はい、もちろんそちらの方に意識がいってますよね。佐藤、はい、の二曲、親は変わって内川ドラはリアンピンです。あの連盟のリーグってやっぱり A1 から落ちるのも相当嫌ですけど、A2、はい、から落ちるのはもっと嫌かもしれないですよね。A2 から落ち、うんそうですね。うんうん、同じぐらいの嫌さはなんかありそう。はいはい なんか B1 から B2 だったらね同じ B から B みたいな感じに感じますけど B2 から C に落ちたこと僕あるんですけど死にたたくなりましねでも生きてますねなんとかいやーって思いますよねはいそのやっぱね A という響きまた A1 はさらに特別で A というだけでも特別ですからそうですね 連命のイリーガーですってなればねこれはもう、うん、そうですね、うん、半分タイトルを取ってるようなもんで、はい、ここ面白いですねで<お>名本チートイツこちらが山田ドラドラはいで内川がこれですよマンズはいはい,はい <laughs> 金庫を破れ見に行くやらさギスギスしてますギスギス <laughs> そうでなきゃねやっぱりね 予定調和生まれてほしくない生まれてほしくない今日は白鳥見てるのかな対局はどうですかね一応ねまだね、はい、わずかの可能性というものは残ってますから、はいうん、前回の対局は見ないって言ってたらしいですねはい やっぱりね、あのー、前回の対局見てもやっぱり連盟の A リーグはみんな力ありますよね。その数字が見えてれば必ずかわしてきますよね。嫌な人たちじゃやっぱあとまあ先行が不利というか後攻めが有利というかどういう言い方かちょっと分かりませんが。 やっぱり合わせられちゃうもんなんですね。はい、そうですね。ただ、うん、あの何、ー、て言うんですかそういう戦いをちゃんとクリアすることによってやっぱ力がね、はい、ついていくのは間違いないんで、えーうん、このリーグ戦のすごいところだと思いますね。う まあそう考えるとやっぱりリーグ戦で積み重ねなんで、はい、ここまで積み重ねて、えー、まあこの数字で終わってるわけですから、はい、最後だけ150勝とうとか言ってもなかなか勝てるもんじゃないですよね <laughs> 本当にまあじゃだから本当何があるかわかんないんですけど、えー、やはりなんか包囲ム戦 A リーグでは波乱が起きづらいとは思いますね、うんはい、また相手も起こさせないですよねやっぱ本当にそれを、うん、山田がすごい手になってる ギスギスするかもしれない。これはさあ古橋もどうこれはリーチありますね。あイースそうそうそうですね。町としてもリヤンソウが古橋から四枚見えてる。さあイースそうのリーチこれは狙い通りイースそうが山に三枚あるぞ。石山さんちょっと危ない。危ない。山田もこれ危ない。イースそういいですね。町めちゃくちゃいいですね。イースそう三山でスースそうも三山かな。 藤島さんだからイいそを重ねるかイいそを待ちにすれば大チャンスよねそうですねやっぱりあのチーピンとかちょっと行きづらいですもんね藤島さんからしたら今チーピン切ったら山田がチー点だったかもしれないんですが、うん、どっかで出るかそれとももう藤島事故れませんからねそうですねはい来、はい、たうわこれ闇点だよ藤島大丈夫チーピン ただ古橋さんに対しても止めましたからねはいこれで山田も言いい数相止まりませんね止まらないですねスッチーピンもあるな123、はい、うわ嘘五5山だって嘘でしょ <laughs> 6対5のめくり合いですよこれ <laughs> <laughs> 11枚山やばすぎるやばすぎる <laughs> 枚<山>これはやばいこれはいいぞ <laughs> こういう大物手が出ると面白い うわっ怖<わ>6対5はすごいですねすごいこれは入り目はいイースーソも減ってませんねやっぱり減ってません、うん、6対5お,天杯おや <laughs> イーマンはローマン切ったウーマンはいこれ内川やばくないない あすあ、すーそう、ここはことなきを得た古橋と内川、これは山田が潜んでいた、しかし枚数わずかに1枚多かった古橋の積も上がり、リーチもドラ 1, 1、戦2戦の上がりとなります。内川も今の場面であの手をリーチまで行くってことはやっぱり相当この1回戦はす狙ってますね。さあトンの3ドラは何です 仲良しだそうですよ手帳までみんな一緒に手つないでゴールしようじゃないってことですねでももしこれ1回戦でラストか取っちゃったらもうすぐにあの方向性は変えるわけですね、はいはい、やっぱり僕も仲間に言わてま <laughs> 調子のい野郎だなと <laughs> だから無理しちゃダメなんだよなんて言われちゃうかもしれませんさあ藤島 山田はちょっと厳しい内川チュンといつでピンズ一メンツ古橋は第一だから右相ーーに続いてリャンソーとはい古橋さんあい。本一ですかこれはうん本一を見ながらですよね、ま、はいドラ重なっちゃえばもう一気に、はい、こう打てんですがトンがね表示牌なんであ出ましたね 俺を仕掛けていく、うん、結構怖いですよ藤島さんからしたらうんですね、うん、ちょっと怖いですね藤島としては1回戦ずつしっかり終わらせる、うん、これで古橋さんがマンズの本一に行ってくれれば簡単なんですけど、はいうん、ドラがヘッドになったりするとイー、はい、スーピンでもいいわけですからねそうですよね <laughs> その時のイースーピンは怖いよ <laughs> まあンピン,ン,ピンなるかな<俺>あれな,らなかったね ってことはこれドラ短期だ。うん、ドラ、ドラ打てないですね。両腕、はい、になりますか。もしくはパーソ。うもうマンズー余ったように見えますか。うん、どうですかね。うん、ウーピンは手から打ってチーマはつも切りました。はい。山田さん二差しなんですけど白中の打ちづらいですね。打たないかな。はい、内川もこれだけ自敗抱えてるそうだと、ね。 いやーでも手はいいうーんん切りたいですねまずは一旦ウーマン切ってサブロマンの固定 <coughs> チーピンパーピンポンですかポンして何切りはいうんただそれをする価値があるかどうかですね、はいはい、ロン言われたらもうちょっと目も当てられないですからねロン2万4,000の可能性ありますからねありますよこれ切らないかなうーん サブローマンが決してこうなんか、はい、いいわけじゃないですからねーああでもマンズは切ってるでも怖いですよね山田さんもいいシャンテン拍チュン前順切ってますから拍、まあ、切る見差しで決まれば打つでしょうねはい G マンの後に手からリャンピン。はい、あこれは切ったスッとはいそうです、ね、やるじゃないか藤島 あのー、10中8区イースピン待ちの可能性も高いってことですねあのー、ウーピンの裏筋のイースピンなぜなら最後にリャンピンが出たんで2-2、はい、差から出た可能性は高いと高そうですね、はい、ただ入り目かもしれないとさあ藤島単様の天敗サブローマあ三番だおそらく、はい、うーんここは藤島の上がり ううししくンはまずいいででょう <laughs> っていう感じですかねの上がりですただ藤島さんは親、ね、で上がり欲しいですよ、これ。欲しいですね、欲しいですね、うんうん、はい。こんな苦しい戦いを4回もするわけにはいかないんで、はいどっかで楽になっておきたい,、はい。これがね、あと1回でなんか80ポイント沈めるだったら楽なんですけど、うんうん、そうですねまだ4回あるんでね。はいしっかり曲を昇華していきたい藤島。はい さあ、ドラおおー、こいっぱい。いいね、これはいいぞ。はい、2ドラは九ピンです。こちら、山田も総図で二面ンツ。総図、はい、寄せそうですね。寄せそう。ですが、まずはシャー。はい、こちらが内川です。あんまり良くない、ね。あんまり良くない。これは悪いな。うん,うん思い切って、総図から切っていきました。そして、古橋は、マンズで一面ンで来ています。 まあこれをニーロクオールとかまあモンスオールも一応あるか、はい、とこまでまとめたらだいぶ楽にゲーム展開で、えー、作っていくことができそうですドラドラ明日ですよねいよいよ最終戦明日ですはい明日はまあ佐々木近藤黒沢二階堂秋という四社での激突になります、うん、まあポイントで言うと秋がちょっとね厳しい状況ではありますが、うんすね、二階堂さん苦しいですねはい 道卓とはいえ,、ええ。佐々木近藤が引き離して追いかける黒澤明という並びです。はい、伊藤裕子さんが残留したぐらいのポイント差ですかね。<おー S 2> これね。なるほど。ほぼ四連勝に近い条件、はい。あれもすごかったですからね。すごかったですよね。はいうん、僕ね、はい、すぐ、あの。おめでとうございますって言って。はい、ライン送ったんですよ。よ、ええ そしたら帰ってきた返信が、はい、なんといってもまた瀬戸熊先生とできるのが嬉しいです。<laughs> 返しづらい。<laughs> 恐縮しちゃう返信がありました。表 <laughs> 面は瀬戸熊を俺が落とすなんて言ってましたけどね。<laughs> あこれは？あごろちですか。はい。いい点になってきましたね。ウッパーピン六九万。 これウーピンとかローマンとか引いてどうするかリーチかいやーどうかな6球満藤島から4見えこれでチャンタかうんちょっと手は遅いですけどねはい123見えましたそうですね丁寧にターツをーメンツを下げていきますいやー藤島決めたいでしょうこれは 山田くっつきのいいシャンテンですがウーソーがすでに3枚持たれているルーピン入ったら闇天にしそうですね高め1万1600安、はい、め5%はいチーはしたくないしたうわっくしたう数層もありますけどねう、はい、一回数層してなるほどう数層とかうん確かにうんウッパー相と まあパーピンだと妥協するかみたいなねさあどうなる藤島チャンスウーピンがあるぞ山ほど2枚残っている山田天敗は役なし2走9走のシャンポン待ち内川ドラ統一のチャンタですがまだネックは多い 目いっぱいには構えません。数層が三枚見えています、古橋。ああ、これ数層ですか。ここで目いっぱいか。おお<ー>、まだ。数層、藤島から四枚見えてて、サブロース悪くないっていうことですか。うただサブロース入っても、また頭探しになりますね。になりますね。ドラポン。こうなると藤島どうするか。ただピンズに見えますかね、内川さんの仕掛けが。ああ、確かに。はい。 1> ピンズ1枚ぐらいいくんじゃないですか行かない断言物、はい、でもこれ 1, 1回置くとどんどん切りづらくなりますからね,よね、うん、行くなら切っちゃったほうがいいですけどはいわあ、ピンズももう積もぎられてるそこに対してチーピンを切ってるよまだもいる今度は1万6000って言われる可能性がありますからねここねまあ悪くなこれはあチーワンパワーになりますかね、はい 無理はできない6級はいいんですよねうん一回大勝負打つか多分本当にピンズなのかっていう吟味してると思いますねうんドラ統一でんかピンズにしてはちょっとチュンチャンパイが切り出しすぎみたいなねしかもドラ統一だとしたらなんかちょっと振りすぎですよね本一に振りすぎだしもうちょっと本一消しそうな感じがするんですね裏を返せばはい もちろん途中で重なったというケースあるにしても、はい、ありますけどねピンフに変化、うん、ウッパーソウですウーソーゼロおおトーン重なっていいシャンテンだうわいいピンも手から打たれたこれできついな意外とチーワンとか狙い目になってますねなってますよあとイ、e、ーソーもかなはい、はい うおーこれ打ちかほんと上がりまであるかもしれないあ藤島のチーマン危ないじゃないですかあ本ほんとだでももうパーピンが枯れたのでもう全部やめるはありますよねもう何にもやらない、はい、うわチーマンここに来たこれでウソになりそうですねあウソウソウチーソー 山田にあたりですね。ゴロチは残したいんじゃないですか一応。ああそっか三色ありますもんね。ル、はい、ピン入った時は強いですからね。ああ。チーピンこれは山田あでも手から打ったよねイー、e、ピン。ただローピンがノーチャンスだ。ノーチャンスですね。はい。じゃあなんかピンズ足りなそうですね。はい、パーピンがないんで、うん、ペンチーピンカンチーピンないね。もうここは山田ピンズ受けた。はい、ちょっと無理はできない。うん もうピンズ足りないの山田さんは気づいてると思うんではい藤島まだローピンが現物になってるから天ン取れるかもしれないうんー再び天ンだがいきませんマンズだと <laughs> っていう感じですね、うん ただここでパワーワン切っちゃうとちょっとシャートンも泣けないですねおそらくうんシャートン打たせたくなかったのかな、うん、どうなんでしょうね、はい、ペー一切れこれ打てないか転敗してもいかないかもしれないですね、はい、あーこれ形式転敗うんそうですね取っていくこれは打ちやすいですか一応パワーワンの手出しだったんではい、うん、ペンチームを手から両方落としました いやーこれ藤島転廃してもペイはいけないなまあやめです、ね、う,んうんまあ80マイナスしなければいいってことは逆に言うと2万5,000以上常に持ってればまあもうそれは全然大丈夫ですからね,ねほぼ大丈夫なんで。 さあ次がハイテですこれは山田さん嬉しいですね一人転廃、はい、さあトンの4局は山田の一人転廃で流局となりましたこれはいい収入になりましたね まあどううでしょ跳馬の戦い見てるとやはり内川がかなりまだその可能性を追求してるかなという感じがいましたね。構図ははっきりしてきましたね。うん、内川さんは上を見て,て、はいてえー、他の3人は一応1回戦は、うん、あのー、なるべく浮きで終わりたいと。はい、さあ何入となりますドラはまあ全員1回トップ取れば残留確定ですね。確確定定ですすしますねはい、はい 抜けかけするのは誰だ <laughs> <laughs> ただのトップじゃ終わらせないぞみたいな <laughs> 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 急に抑え込みが使いま,して<笑><笑>まあでもその可能性がある限りは当然それをかけるわけで、はい、さあ内川 E 総暗号統一2つ 2> 第三元数暗と短期とか入ったら息を潜めるんだけどはい 打った方はたまんないもうやばいですよ、それい <laughs> っちゃいますよ、はい、結構いいラインまでいきますよね、6万4千点ですからね、はい、今期、役満が2回出てるんですよ、A2 では 2> A 2。出てましたっけ、はいはい、それが今日います、2人とも、ああ、内川さんの国士,内川の国士と、はいはい、山田のスーアンコウ、ね、ああ、出ましたね。はい、はい ウーアン短期。あそうですそうです。だから今期は役満を上がった二人がここの中板まあしいたくに。白鳥さんも M リーグでウーアン短期ですね。そうでしたね。はい。はやってんのか。短期はウーアンで待て。あの時もなんか三面待ちだったぞ。ロ郎は運がですね。山田のつううンもなんかそうなんだった気がする。山田のウうわ普通のウーアン短期ですと今情報入ってきました。失礼しました。ドラだった。ドラでした。はいドラは間違いないです。 なんかここ最近ちょっと A2 は役満が少ないんですよね二 2>, 2年前は 1, 1期で5回も出て、はい、前回は1回今回は2回とちょっと役満が花が少なくなってます日吉さんの気合が足りないってこと僕の気合じゃないです <laughs> 選手の気合が足りないです今日は役満が出たらやっぱクリスマスに合わせてフレーズが出るわけですか出 <laughs> ないでしょう <laughs> なんでですか スタジオに来るまでの間に「あ今日クリスマスじゃん」って、はいはい、それこそ、はいあのー、コンビニの前でケーキ売ってて、うん、それで,で思い出したんですよ、うんあ「今日クリスマスだったな」なんつって「イブ」ですけどね「あイブ」ですねはい、はい、明日がクリスマスさあ、はい、山田がこれでチートイツのいいシャンテンです内川う,うん3色がちょっと崩れる形のこちらもいいシャンテンドラのシャーが 一枚ずつ分かれて入ってきました。今日はケーキ食べるんですか、帰って。多分明日食べます。明日ですか。あ、今日じゃないですね。はいはい、明日ですね。はい。あの行列に並ぶの苦手な。ああ、なるほど。<laughs> <laughs> うんドラ持ってますからねどう打っていくんでしょう若い時のクリスマスのはいなんか思い出とか <laughs> クリスマスと覚えですか人に聞かせるような思い出は <laughs> 僕は若い時昔から一個だけ思ってたものですねはい あの本当にずっとマージャンが好きで毎日マージャンやってた時にクリスマスイブとかいつもいる常連の人がなんか先帰っていくんですよねまあ家族がいる方だったりあのお付き合いしてる方がいる方だったりわかるんだけど絶対そういう人いないでしょって人までなんか目を張って早く帰ってたのを見て。 男気がねえなと思って僕は永遠と打ってました昔から。でも確かに麻雀屋さんで勤めてると今日どうやったって用事ねえやつねえ常連が来ないみたいな。昔ありました。ありましたありました。それは確かにありますねはい。そうですねそういうあの日ですよねあの日は今日という日は。はい。もう今日今日麻雀ンそうで ジャンして遊んでる方は、うん、将来の M リーガーですよ, <laughs> ですよ間違いない、はい、素晴らしいですよ <laughs>、うん、あと今日あのこの放送を見てる方もね、はい、っていことですよね、うんうん、コメントいただく方はもう連名にスカウトして <laughs> もうあの非常にマージャン愛に満ちてる人ですね猛として <laughs> 素質十分です <laughs> はい うん終盤から終盤に差し掛かっていくと言いそうでも泣きたいですよね、はい、藤島さんとしては曲昇華が目的なんで、うん、親の山田もちょっと、うん、まあ一応形はいいシャンテンですが、はい、あ天杯ドラは切らない切らない、うん、やっぱりここは荒らさないぞとリーチでいいと思うんですけどあ振り点なんですねなるほど、はい、振り点じゃなかったリーチそうな打ったそうでしたけどはいはいはい そこに答えがあったっていう感じですね。そ、はい、うん、もっとここは藤島に天敗が入ります、はい、肩上がりのいい数層、いい層であれば三色です。うん、でも、こういう天敗取り大事ですよね。うん,うん、あの三万点をとにかくキープすると、もう、はい、ドラドラ。これはとって、はい、と。 って闇点ですかね。リーチした。フリテンリーチ。鬼のリーチ。鬼リーチ。これだって、手空きますよね。これ今からどういう形であれ。はい。藤島の言位相が一応一枚あるのかな。それでも。うわ。これはいけない。いけない。これは絶対いけない。はい。ただ、どうですか。闇リーチなかったら。なくてもやめそうです。けまあ、いずれにしてもやめそうではありますが。これはちょっとね。この手が今から開くわけですよ。 おーうちかそういうつもりかとそういうことになりますよこれは山田能天つもないはいさあ,あ<ー>ウッパーソフリテンだがだめこれが背景ですさあ何の 1一局1本場内川1人テンパイで流局最後はドラのシャを重ねての振り点リーチ三<れ>者の心中やいかに内川さんの狙い通りですよね藤島さんが軽点だった場合にはリーチしといた方がもうテ点バップ3000点入るとリ、はい、ー,ーボーを出すんだけれども500点を5分ぐらいます、ねはい、さあ親は変わって内川です何の2局2日本馬強択のリーチ坊1本ドラはチュン 涙で前がみ見,見えないってみんな言ってますよ今日ニコ今日ででマージャン対局見てるから <laughs> いや皆さん素晴らしい僕は大好きですよお前ら涙拭けよとか <laughs> めちゃくちゃ面白いんですけど <laughs> そうですよね、はい、こんな日だからこそマージャン観戦ですよです、ねうん、きっとこれもいい思い出になりますそうですよね日吉と瀬戸熊のくだらない話を聞きながら <laughs> 涙した。真実と麻雀見てた。まあ、ぜひ <laughs>。その代わりね、ガンガン盛り上げましょう。そう、そうですね。はい。そうですよね。こんな日に見ていただいてるわけですから。ありがとうございます。いつも。さあ、これで山田にさしだ。今日も麻雀しっかり見ていたて、真の冷面不安として認定したいですね。そうですね。はい。はい、このちょっとね。み、うん、見どころの少ない。しいたくを。はい、<laughs> こんな日に。こんな日に。ご覧いただいてるなんて。 俺なにあ 2> あ2三桂はい、これどうだチュン短期の今イーシャンテンが取れるとテンパイが取れるとチああチー,チー,あーないですね三色ドラドラもう山との勝負になっちゃいますよねこの捨て牌で山田さんのチーピンチーははいいやこれでもドラのチュンが三山ですよ これはチャンス中短期をどうすするかですよねマン積もりに行くのかはいまあいか、うん、リーチ打っといた方が相手の手が完全に遅くなるんではい量ソっていう選択をどうですかうわこれは<ー>チュン切った、ね、チュン切ったくっつきの広さをと、はい、取りましたこれはリーチありそうですねこれはリーチしそうですね、うん、あのー 単品とも三色狙いそうですね。はい。ああサブロソちょっと薄いな二枚切られてる。ああ三番切られた。うんサブロソ入ってくるといい街になりそうだが。 富士島、うん、当然山田さん警戒ですよね、うん、かピンズの一色とかも見えちゃうんじゃないですか、うん、あ来ましたよあ来た9ピンが倍ローピンは見えてません量層の方が圧倒的にいいですけどねそうだなだウー,ソーが3枚なんですよねあ上がるとしたら量層になっちゃいそうと、はいうん、ここは6九ピンのテンパイが入りましたドラのチュンを打った後手からウー,ソー 浦島も前場のパースを抜いてるんですよね。抜いてますよね、もう怖い。ここは絶対補充しないぞという構え、はい。藤島さんも出なさそうですね。うーん。内川 <釜 S 2>、まあ、危ないから。そうですね、内川さんがキピン切ってる分やっぱりロッピン強いですよね。はい。ここは2万かなじゃあ。急走っていうのもあるか、親の現物急走。6ピン山1、キピン山2。 山さん、はい、将来街の変化があるとしたら、まあウッパーピンとかですか？うーん、そうねリアンパーピン。パ、まあそうです、ね。リアンパーピンか、はいはい、おお、うん、本一。あ、やっぱり内海。え、本一じゃないなんだこれ。あ、軽点だ。軽点だ。はい。ただちょっと山田の手が良すぎるから下がってくれませんね。うん、これ圧かかんないな。 マンズも多分切られちゃう切、はい、切るな切りますよねーこれ地位かもしんないけどうんまあ山田を引かせたい気持ちもあるでしょそうね内川さんとしては圧かけたいんだけど、はい、ちょっともうテンパ入っちゃってねマッチも優秀なんで、えー、圧かからないですね押し切られでする、はい、内川さんの風呂もちょっと弱いですもんねやっぱり シャーポンはいそれでもドラのチューン1枚泣けてないんで、はい、そうですねああいいとこ入ったいいシャンテこちらゴロチだはいこれもいくでしょうねしょんぱいですけどおお<ー>あーちょっと嫌ですかおこれはじゃあ内川の仕掛けが相当効いてますね<ー>この手引かされたら内川これは1本取るぞはい い、ねうん、ったい、うん、ったいったいったまあさすが読みが鋭いですねうん藤島さんの立場だと生きづらいですけどね生きづらいですね、うん、山田さんはまだ藤島さんより10ポイントぐらい上ですからねはいうわドラドラ短期を考えてますか十分ありますね これはかいかない。かこれ、うきかえても、つまがりありますよね。あります。まだ二枚残ってます。は,はい。ここは、チュン短期に間違え。これ、内川チュン持っていく、まあ、一旦は初とかの中、なんか。このチュンでも、つもるから、本当ありますね。二枚ありますよ。すすはい。ツモ三色、トラトラ。うわ、ローマン、さらに。これは。あの、チュンを抑えてれば。はい。 6万で当たった時に2900とか言われる可能性は強いんですよねうん,うんでもここは引いたいやーこれは内川の仕掛けが効きましたよまあこれは内川狙い通りですね狙い通りですねあの4者の審議をね、うん、はい巧みに使いましたよねうーんいやーこのピンズの連打は内川からすると、うん、およし降りたぞと。 リャンピン先持ってきてればね山田さんがおそらく地位入ってうんうんうん何なんだそれはっていうことになってもしいますサ、うん、さあ、ね、マンズ打てないか打てない明らかに回ったのは見えますもんねはいこれ内川天杯入ったら大きいぞうん 内川さんの欲しいのはスチーワン・リャウピンはいウーピンがゼロでリャンピンが山田さんのリャンピンがちょっと出る可能性ありますかねただ現物からになりそうなんでスーピン現物、はい、ンリャンソー,ンソー現物、はい、リャンソーのあとゾーンになりそうですかうわーリャンピンチーできたよあーーうわんなんだそれはとしてやられたですねまあ一応どうなんだシングルチュンのシングルバックは 残ってますかとんなん白髪は見えてますもんね、はい、シングルバックと中あんこのケースはほとんど考えられないんで山田さんの目からははいゼロですよね可能性そうですよね春短機の場合も役がないですからねないですねやかのあんこのケースがありませんので、はい、いやこれは内川 役のない天杯そう形式天杯によって親のれ権利維持、うん、これは俺はまだまだ A1 復帰は諦めてませんよとパイで語った一曲となります対してやられたと言ったのは山田と山田これ切るんだねくー してやられました。一本取られた。そうですね。うん。さあ流局。内川の一人転配で流局でした。いいんじゃないですか。ぎすぎすいいですよ。いいですよ。こうでなきゃ。<laughs> 内川のファンからしたらね、あそこで何泣きもせず、ポ、ね、ンもせず、チーもせず、うん、さあなんて親流されたらね、はい、何のために一年応援したかわかんないです。うん さあだ何の2曲3本馬ドラが小そうただこれって残りの半チャンスが少なくなればなるほどこれはなくなってくるんですよ、ね、そうですねあの初戦だから通用するところありますねはいでまあやる価値もあ今だからあるけどこれが残り一戦でこのポイントだったらもうちょっと非現実的が過ぎちゃいますからね今やれることちゃんとやろうと。 まンズで一メンツ親をつないだ内川ドラドラですよ、うん、チャンスですねチャンス A1 <ん>でこれやるじゃないですか、はい、内川さんのプレーはいそしたらもうこの地面に3風呂ぐらい入ってます、はい、この小型から <laughs> 上等ななと <laughs> 若造上等じゃないかと押し、はい、置きが来るわけですねもう仕掛け3つ入って、はい、なるほど あれみたいですねメジャーリーグのボール当てたら復讐くるみたいな、はい、なんかそういう暗黙の<笑><笑>じゃそれを承知でその曲だけ取り行くってのはありますけどね、うん、あ確かに確かに、はいうん、そういうそういうプレーが入ってしまうのを承知の上でこの曲だけちょっとテンパりをください、はい、それだけテンパりを出してほしいですって、はいはい、時はあるかあ確かに、はい、さあさあさあ このチャンスで決めたら、いよいよ三者の目の色変わり。うん、なんだ、これ。トンは、握れ。握れか。うん。どうしますか、ポンしますか。か古橋さんですか。はい。まあ、名本チートイの方が安全は安全ですけどね。ですね。うん。また古橋、名本チートイ好きなんですよね。<laughs> 好きです。はい。チートイの,チートリーの言いいシャンって。<laughs> でも十分じゃないですか、古橋さんからしたら。そうですね。うん。あの、浮いたままでね、曲を消化したいんで。うん

ああ、さしごも狙いたいですけどね。でも、その満足になるでしょう。やっぱりここは、一曲しっかり終わらせに行きたい。なん、はいはい、が出ますか、出ない、出ないか。うん、内の選択は、リャンピンから、フラッシュ、これはポンせず。チートへのいいシャンテンです。フラッシュとしたこの一曲上がると、強託、はい、もありますしね、結構大きい収入になりますから。 さあ来たドラを切らない構えにはしないまあでも数層入ってるのね三郎はもう無、はい、いと両ピン一順前に打たれましたけどねこれちょっと意地見せましたかプレッシャーかけなきゃと下茶としてじゃあ俺も圧かけるかとでも小屋は今度止まらない天敗ですがこれは役なこれはちょっと天敗と呼べないですよね、はい、いつもぎりそうですねうん外します <laughs> これは泣けない。これなるローソー入ったら間違いなく闇点になりそうですね。サブローマン、はい。アンピンドラドラ。ローソチもありそうですね。ありそうですね。数層はしなさそうですけど、はい。旧装が今三枚場に打たれてます。うん、差し子もあった。いあ差し子あったか。うわた来たよ。闇点か。ロ球ウソロキウですか。はい。やめてあリーチだ。 ああ9須4切れまあリーチの方がいいってことですね4切れかうんでローソー自分の目から2枚うん上がりが難しいからリーチってことですか、はい、相手を下ろしていこうと何の可能そうですねはい時間稼いだ方がいいともともとこれぐらい引,か引いて6千おるとか言わないとうん,うん足りなすぎるってことですねはい藤島さんちょっと助かったんじゃないですかローソー 助かりましたね。これ間違いなく。これそう打ちそうですもんね。うわー、天敗、一回勝負。サ三郎荘、数荘。これ現物待ち。はい、スーマ無筋ですよ。ビシッと言った。はい、さっき降ろされちゃいましたからね。うん、老荘が待ちかぶってますから、お互いの宝珠はあります。山田の宝珠はありません。急走がありませんからね。 う,ーわーうわ行きづらい行きづらいな行きづらいな僕は行けないなこれは僕は行けません <laughs> でもこれ行かないとどんどん大変なことになってきますけどねうわ行ったよいやさすが頑張りましたドラ見えてないですけどね山だからはこれは結構弾力いりますね今の位相はいやよく行った 試されてるうわこれも通ってないですよだって三蔵2枚ここれで6九層はなくなったあもうないんですねはい三蔵1枚打たないでしょうね山田さんが異常な押しをしてるんではい現物とはいえいやここまでかギもう3枚押してますもんね数万いい蔵量万量羽万は通ります だいぶ通ってる筋が少なくなってきましたね。はい。安全牌は9万やチーピンなどがあります。うん、やめいやー。あ、でも。キープ。え、ワンチャンスだ。うん。え。いいすそは否定できてます。老朽そうとは思わないですもんね。九層4枚見えてるからなかなか。ですね。あ、やめですね。うん。まあ、そうでやめ。もう内側としてはこの手。 まあ上がることは相当難しいですけど、リーチの判断は悪くないっていうことですよね。こうやって延々と親を続けようっていうことですね。はい。まあでも本当にわずかに藤島が危ない可能性があったかもしれません。はい、ああここまで頑張ればってことですか。三層<相>ちょっと頑張らないですねここまでは。四層とかは相当無理そうですよね。ねドラマタギのあんこ筋。はい がしかし、はい、結果は全部通っているこのね負けないマージャンを打つってことは結局こういうこともねやっぱ起こりやすいんで絡みますよね、はい、これ本当に難しいまだ内川に大物手が入ってないというか引かれてませんから、うん、まだ全員ポイントはこう3万点付近を浮遊してますがこうのでいきなり6線おるなんてやられるとぐらっときちゃいますからね

リャンピンはやっぱり一色っていうことですかね、うん、こちらですあリャンピン一気に統一落として、はい、古橋はさし子なども見えるか チャーがアンコになるマンズリアン面は切らない。さあ来たさあ来た。来たうんスポがそれで一気に寄せますか。ここでマンズに手がかかります。はいうん、がしかし内川は今度は六七八や七八九。そうですね。 ゴロチなんかも見えるぞ、はい、石山さんが意外と進んでない伸びないはい。ちょっと足踏み、うん、もう内川さんのやり方を3人は分かってるんで、はい、リーチ来るまではある程度切れそうですけどねなんでもとにかくリーチは来そうなのかなと、はい、だかそこまで自分の形をどこまで仕上げられるかですよね どうですかね、ちょっと山田は。はい、まあ、仕掛けはなさそうな手ですもんね。大、うん、だ宅だけで三千二百点あります、ね。大きいですよ。はい、山田も藤島も欲しいところ。うん、内川さん、どうす、どうしますかね、単純にいシャンテン取るか。あ、<ー>戻しましたね。オッケー。はい、リャンマは固定します。 これでいいシャンテン、はい、いい形はい、六チッパーのいいシャンテンですねリャンピンは二人に現物ピピ、はい、親の現物が一番大きいですね山田はチュンが重なってこれで動きも取る格好になってきたぞ、はい、そうですね、シャーンコなんで動きやすいですねはい、さあフルアシが対応の石、これチー点ありますよねありますリャンウピン、リャンウマンいつもだったらちょっと逮捕案件ですけどはい。 今,日にか今夜にかってはあでもリャンピンめっちゃ薄いじゃないですかリャンピン3切れ <laughs> 内川ドラ藤島さんのリャンピンがちょっと逆に危ない危ないはい結構残しそうですもんね、はい、3人念の安んぱにならない限りは、ねうん、これならこれでリャンピンスイッチですか、うん、これはこっちのが安んですね4人にはあん天ぱこれでリャンピンは捨て牌に4枚出ましたがドラのウーピンがまだ3山ですよ、はいうん、あ来た いやくっつきだなんでパーピンまあ単純にパーピンになりそうですけど相図周りそんなによくは思ってないでしょうけどねうおすスーまんピンズ上がよく見えますか C ーピン引きとかうわすーマは結構思い切った一打に見えるなまあマジョリティはパーピンになりそうですねう,いうん,、はい、うーんパーピンか でもこれだけ考えたってことはピンズ上がかなりよしと、うん、そうですねあーこれ数ピン3ピンありますか2ピンゼロですからね、はいうん、ここでピンズの両面を払っていくンは山田に1枚さあ誰が最初に転廃するさあ誰が最初に転廃するくっつきの内川う、うん、本当だ。うんまだ、あ、チーピンピンズ上よく見えたんでしょうね、うん チーピ1枚残っていたおパーソー,ー,ソーこれは残りそうですね親の現物なんでしかも本一まで場合によっては、はい、渡りそうですよね渡りそうあでもパーソーこっちに危ない <laughs> もうすごい絡み合い <laughs> うわ<ー>山田の何も古橋に危ない関しちゃいますかしましたね攻撃にいきましたはい安全牌ですけどここ安牌として残さず、うん、よドラ、うん、キール よくもやってくれたな、さんざんにと、チューンはポン、<だ>急走かなんか、なん、フラッシュがこれを動けない,い,けないですよ、あそう打てないんだ、いや、これは、親の内川に対して現物をキープしてしまった、<laughs> カメラ目線してた割には、です、ね、だいぶ食われてますよ、パートが、<laughs> 内川のレンちゃんに、内川、うーそうと発、やっぱ切るね、一回戦はいくわ、どうやらとことんぐらいのかた構えに見える。うん 初戦、まあ、ラス引いてもち川,、ね、川さん、かなり余裕あります。対して古橋はパーソンなんのポンテン取れなかった、パーソう打ち切れなかった、多分連連盟ンで80リーグ戦で沈みましたって人は結構いると思うんですよね。ねいる、いますよね。でも100沈んだはなかなかないと思うんですよ。100沈んだことありますよ、川さん。ないです。1> 僕、1回ありますね。 日吉、ね、さんもう1回でしょ、はい、だからそんぐらい100ってなかなかするもん、はい、そういうことなんですね、はい、しかも僕100負けたの、うん、デビュー戦で100負けたんですよさすが大物ですねああ来きた闇サブロー q ああやっぱりここはかわしにしましたね山田さんの本一が濃厚なんでうーんいやーこれはまた内川の上がりがいや本当にここ入らないですね両両面面が入んない

ううんウーピン切りの後とのカンポンだからやっぱテンパイに見えちゃいますねしかもシャアアンカン付きのチュン本一はもう8,000ですからね、うん、あ藤<う>島さん冷静に3万思いましたねおお握れこれはまあ切れるリーチ考えてんのかな違う逆にでもリーチしてと山田さんも引いてましたねこの数万ぐらいでおそらくですねはい ただ3万でもおかしくなかったってことですよね,、はい、すねこれだ捉えたいやこれは自分の天敗のためのローマン残し、はい、これでローマン周り引いて天敗なら宝珠にもならない、うん、一応内川急走打ってきてますからねそうですねやっぱ山田さんに対して急走は強いですね、うんはい、ペイもそうですか 敗弊ですねさあ流局山田の捨てイにはドラローピンが3枚さあまたしても内川の天敗連チャン,ンだどこまで続くこの親番思えばあのマンズの本一に見せかけた形式天敗から5、うん、本場ですようわこれはちょっと三者としては嫌な時間が続いてるぞ、うん ただ、幸いにも大物手の上がりがきてないだけまあそうですねまだ金衡を破られてませんが、はい、そろそろ,そろこれを上がった人が来そうだな、やっぱこのはんちゃんは。ですか、はい、このはんちゃんに関してこの橋田が白鳥の残留をなくすかもしれない。橋田君と言っていた白鳥が橋田に泣かされるかもしれないぞ。 今うまいこと言ったと思ったし。はい、<laughs> ちょっと、ひ <laughs> 吉さんにしたら、ちょっとまだ。まだダメですか。まだすかはい。はい、<laughs> ちょっと手悪いな、みんな。うん、内川でも単用だな。チュン切るな、内川は。カンチーマン、二面子。山田またしてもそうず。うん。 親,も親がなんとなくいいですね親いいですよやっぱこう切るんですもんね、うん、こうやってはい、うん、なんかツムが効いてるこれでみんな親に対して用意しだして、はい、相対的にスピード遅れて内川の連チャン濃厚とゲームメイクがなんかうまくいってまあ確かにそのまあそうですね、うんうん、なかなかあの経験どりは思いつかないですよね、はい、いいい ドドララい,言いたかったですねまあそれぞれのテーマが把握しやすい最終節とはいえ、うんはい、内川の戦い方の引き出しの多さがここまで出ている今の中盤切りも面白いですよね うんうん、カンローマンのターツーと考えることもできましたからねそうですよね3ピンスースーを浮かせた形にしましたねはい、うん、まあ後継を作っていきたいっていうことでしょうか、はい、どうですかね単純いい、e、シャンテンに取るような牌ではないですよね今一瞬パワーピンに手がかかりましたい、はい、あでも取,あ取りましたね おーうまくいった数層残しバッチリこれリャンワンポンですかポンありますよねポンありますね数万チームあるかもしれない、はい、ただポンしてくれると小型は行きやすくなりますよねはい明らかに単イなんでリャンシャンテン戻すかうん,うんここはイシャンテンキープリーチきちゃいますからねこれはい ここも連チャン濃厚に見える。早い順目でドラのチューンを打ち出している内川。 なかなか天敗しませんうんもう動きそうですね涼腕がこの右腕はこれ出ますか一応くっつきなら2ピン切りもある3品、はい、もありますねピンが2枚切れてるんで2ン,ピン切った、はいまあ、内川に対してどこまで準備するかということだともっと天敗すうそろうそ厄なしのシャンポン待ちは取ってやみてん、うん 役がないためこれは出上がることができませんうーん3番これで藤島文句なしかなりいい形2 3つにしますかいいピン握れですがここはすそ切り、はいはい、うわーなぜ転配しないんだこれが不思議でしょうがないわーくっつきどう取るかなつもぎりか うん、周りが切れ出しましたよねだいぶはいこれはカンローピンのまたしても役なし天敗きたやっといやイースーマンこれあるんですよ、はい、何しろ相当読まれそうなイースーマンですけどね、はい、でも五山五枚も五枚天敗か <laughs> いやー、スーピンー真ん中に1個ないこれはまたしても内川かカンローピンは山にありませんいやいけないんでしょういった,ーいったー入り目の朗そうかうんそっか,、うん、そっかやっぱドラのードの2ン切りだから三郎ンは薄いってことですかねうわーローピンこれ山田論できないただフランテン天イ入った三郎ンのピンフはい 藤島さんが抜くか6万を2人押してきてますからねまあでも古橋は中筋かいずれにしてもリャンスは打てないでしょうたった今筋となった3ピン切っていいシャンテン三郎ン対イースーマンうんああリャンマン、うん、間すり抜けたイースーマンは五山三郎ンは対して3万ゼロだこれ6万になっちゃいますかね 6万だ、うん、古橋だ押してここは古橋が上がりをものにしたピンフ1000は2500プラス強託のリーチボ3本藤島さんはちょっとききつくなってきましたね嫌な<や>嫌なムードなんか手は悪くないんですけど途中からツモが全然効かなくなります、うんはい、むしろなんか安い方に打ったんだけど、はい、ちょっと自分の点数がね2万2000点のラストだと16枚だ16枚だ 八十負けれないんですよ。ちょうどいっちゃいますもんね。かける四。はい。<laughs> まあ、そう、人間の心理ってそう考えるじゃないですか。す <laughs> このままあと三回これ来たら。やばい。やっぱりどっかで一回トップ欲しいですね。ね僕、去年の円満最終戦、三十沈んだらアウトですかね。<く>ー <laughs> <laughs> なんか、よく言いません。沈まなきゃいいんでしょみたいな。 最終節どうなのいや沈めないんだよねいやだそうなんだ沈まな沈めなきゃいいんだみたいなあれがどれだけきついか去年のスコアのスイ見たら三十沈んでるセスが結構あったんですようわ嫌なデータ取ってくるじゃないですかそして一回戦から男伊藤優子が毎回一万二千リーチを連発してきて毎回積も上がるわけですもう喉カラカラになって そんな有功さんがさっきみたいなラインを送ってきたあ,、まあ、<laughs> あの連絡、ね、来たわけですね。はい、まあ卓は離れてしまえばね。はい、はい、今年一番沈んだケースっていうのは A2 でいうといつなんだろう。 藤島さん自身のワーストがマイナス42.9だから、はい、普通にやると絶対ほぼ大丈夫なんですけど、はい、藤島プレーヤーとしてもそういう割り落ち着いた安定感のある選手ですよね。早川、はい、さんが8節目に81沈んでな山田さんも1回大きく沈めてたらね、96からこれだ。でも、勝、は、機、い、争いしてた時ですね。そうです だから100ってねめったに見ないですようん、なんか4ラス引いても大体いい780で止まりますもんねほう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 、はい、お差し5かここはウーマン切りマンズのダブルメンツを嫌っていく何重なったドラローソーベンチーマンか 山田これはリーチまでありますかねうんありますねはい、うん、山田さん持ち点が2六七二千三九クラス、はい、そう上がりたいですね、はい、やっぱり山田さんも古橋さんも一回受けば結構楽になるんでですね2回戦以降のうちこれは数万切りもありますかねただおお数万切りだ一応、はい、リャウンパーピンでチュンと言ことうとうしとン単品と三色ってことか役なしにはしたい役割にはしたいですね チュンポンよりもこっちの,の。まあ、もちろん、はい。あの、やっぱり十三枚、十四枚で戦いたいんで。はい、というのは、はい、自分が沈んでても、白鳥さんの数字が相手ではなくて。藤島さんより上にいればいいってことだね。うん、この銅鐸内では。はい,はい、はい。で、藤島さんが今ラス目にいる以上は、別に沈みの山頂が価値あると。うん なんかチュンポンテンのいいシャンテンにしちゃいそうな気がした良くないってことかまあ良くないわけだない戦い方としてちょっと怖いってだけですね、うんうん、より安全に行くならチュン統一落としの方がうわ引いたよリーチか闇、うん、役割も結構ありますね種類が一通や役杯の難、はい、もしくは言いそう難のシャンポンは強そうですね。リアンソーがから3枚見えてます、はい ポンするんですかこれはいやしないと思いますよあったよ3走<ー>は怖い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 あー危ないいや打ったよ打ったは打ったわ,ったわでもギリギリ本一に見えるのかないや見えないかかわすか打っちゃうよこれ藤島きついですよあら いあこれは9600、9600、うわ、一通ドライチ9600、うわ、これちょっと、はい、現実的になってきますね,ですね、1回戦としては、これだけは藤島、歓迎できないんですよね、歓迎できないですね、こういう範、はいつかむようになると、ちょっと顔色変わりましたね、やっぱりちょっと変わりましたね、変わりましたねちょっと顔がこわばってますよ。はい、ただ、正直まだそんな慌てるようなポイントではないんですけど、やっぱり最悪のケースを考えてしまう。う 藤島はこの半ちゃん、今、125はマイナス17.5に、17. はい、えっと、これは2人だから8ポイント、2 5 5る4にはならないですけど、はいでも,でも、まあ、そのケース、まあそう。本人はこれぐらいが続いちゃうと、うん、やばいなとは思ってるでしょうね、はい、そのぐらいちょっと、なんか状況もよくないなと思ってるでしょうし。うん ただほんとにもう逆に開きなっちゃう直っちゃった方がいいですよねなるほど、うん、もう,うじうじやってるんじゃなくて80沈んだことがあるのかとそもそもはい1回もないですよないですよ、うん、こんな日にそれで80合わ,せられ合わさっちゃったらほんとに泣けちゃうなうん まあでも今日の藤島はいいシャンテンからかなり苦労するケースが多いですこの手もすでにいいシャンテンですがまんずの伸びは見たいなこれで古橋さんもすごい気持ちが楽になってるんではい普通に腕分回してきますよそうですね、はい、山田今回チュンのポンこれでいいシャンテンああここもいいいいいい チャンター3色頑張ってみなさい藤島さんムム <laughs> 一応ピンズ見るか数層一切れ想像安いけど小さくあー安いけどねあーすごい <laughs> あーあ,ーあ,<ー>あーすごい天酸素払わありますか リャンワンもありますねペンサンソー、まあそうですね、5ブロックにした方がいいですね、はい、ドラこれがこれを待っていたナイスマンズ残しがしかし今度は内川が来た天杯この形をポンですようわ辛い辛い <laughs> だって今一応あれ3006ありますよねはいメンタンピンーイペイコドライチ1、はい、激辛ですね激辛 辛さ十倍ぐらい。辛さ十倍。<laughs> 辛さ十倍からですよ。<laughs> うわー、ウーパーマンテンパ入っています。さあ、これで山田は。そうそう、パンされてますからね。ああ、そうなんですね。はい、よ、四枚全部見えてます。ただ古橋がいる。まわ、ところやめてんでしょう。そうですよ。これ一万二千か。七千七百みたいな。やめてもまた飛んできますよ。はい、ペン三ワンになったり。そうですね、わざと。抑え込み。はい。 あーでもチーピンもリチかペンチーピンはいこさせない方がいいですかねうーんうわー<ー>天敗だ 3c5 あっしだい 3c6 山田はポンに続いて333しかも3人受けになったこれえ本当ですかはい藤島見てるだけでまた4ポイントロス、はい、うわきついキッチン本一3900の上がり うわ、本当だあーちょっと顔険しいですよ、うん、あー険しい今季一番険しいいや見てるだけでね4000点払ったようなものつらい、うん、でこういうのってねまたね、うん、原点割らないんですよ、うん、不思議で <laughs> こういうふうに、ね、やなってる天うわハイパイ悪すぎるだろう山田ひとめんつ 内川ひとめんつほら <laughs> まずいねうん、原点割らないんだよな本当にこれまあ言ってもねでも80進むってなかなかないですよ本当に1回戦これとはいえね、はい、でもやっぱり藤島の心を締めるこの不安っていうのは拭えないですよわ、はいまあ、かりますよ,ますよはい。すよ あ,あ<ー> <laughs> いいシャンテンだ拭えないんだよなこの不安は人がね言うほどね分かってますよ<で>分かってますよもう本当につらいこの手なものしかも見どころ出てきました,、ね、出てきました突然つらいよ人の不幸は何とかって言いますけど本当ですよ いやー内川のこの粘りが藤島にかなり大きなプレッシャーをかけているいやー山田もここは原点キープしたいところですあれ不思議ですよね古橋さんの訓録とかジャストミートで掴むんですからねはい<ー>俺が何したっていうんだよとベンチーピンやっと一メンツだ 内川は今局は自敗もやや温存で受け気味に進めているような印象あとね、このだかは旗手順位争いがあるんですよね、やっぱりねそうですねいろいろシード権の獲得とかあるんで、はい、みんなもちろん一つでも二つの上でも、ねはい、上ね,ねグランプリのポイントとかもあるんでそれ、えーうん、で,でまあ、高級の心配のなくなった3人がフルスイングでくると、はい、藤島さんとしてはもうなお状況悪し、はい、これでポンテのかかるいいシャンテン。 まあ外まあ、明日対局を控えている秋がかなりこの4者からすると近い位置ですからね着順必ず上げいくでしょうから。延命の騎手順位はね他団体のシード枠が10枚来た時に上位からチョイスできるんで、うん、まあそういうのとかねあとグランプリ。ですよねドドララ これスゾンコンまであるじゃないかああ数ピン切っときますか一回でも2ピン1枚切れうわありますかチートいーでもこれ脳天の可能性がありますよチートいこのこの道を行くと、はい、ポンチポンテンちテン取れませんから<笑><笑>いや天イの道もいっぱいありますよねもちろん上がりの道もあるしはい、はい、リーチしたくないってことかなうん 6四は内川から上がると原点割れる、はい、ああ内川でもやっぱり原点割れる気がしない古田さんポンテンですね白はい一枚切れです、はい、さあ選択三郎丸のンターズを手から払っていきましたここで目いっぱい まあ、フ古橋はこれ打ち込んでも原点割れることはないですけど、このポイントしっかり持って。二回戦以降行ければ、相当楽な戦いはできます。ダメか。千春が応援してるって,言ってる。白鳥さんのお母さんですか。ですごい。すごい。よくわかる。はい。僕全然わかんなくて。誰だろう。<laughs> <laughs> さすが実況長年やってます、ね。そうですよ。任せてください。その辺の。 パパッと答えれるようにならないと仕事にならないんで <laughs> なかなか連盟カルトクイズいけるんじゃないですかいけると思いますよ、はあはい、でマージャンのことだめですよマージャンのことだめですけどうんまだ濃天。一人でも天杯が入ると山田の原点割れる可能性もあります、はい、白は倍日枚か番日です 藤島あたりにいくともう止めれませんからね。うん、アンシャンテンかじゃあ古橋さん3番小さたところで天敗じゃないんですね。ですね。まあ山田もでもそこまで原点にはこだわってないかもしれませんよね,、うんまあ、ねマイナス、はい、4の順位点だったら全然背負えますよね,、うんはい、すね残留を目標とすれば藤島さんが大きく沈んだんでまだまだ。 とといったところか<敗>おーっとこれで山田の原点が危なくなったぞこれ安全に行きますか安全に行かれると藤島さんがきついですねまた泣けないんでですねうもうでもいきますよねそろそろ、はい、自力で2枚引かないといけないですね古橋からすればこの藤島の親しっかり終わらせることが、はい、えこの半ちゃんを大事に終わらせること、ね、ということはしっかりここからはもう藤島の現物だけ切ってきそう。 ちなみに3層は1枚 1> だから今度は山田さんも脳天で割ると藤島さん見てるだけで4,000点るたつからそうですね、はい、今度は、はい、だからこういう時3層ピュッて積もるんですよ怖いですよ <laughs> まあで、ね、これラスハイの3層とかをねほああ受け間違えた <laughs> <laughs> そうだったら藤島悪夢 <laughs> 悪夢の300500でしたあっ500でした,戦でした清さんの読み通りの展開だったけど <laughs> いやまだある <laughs> まだ3層あるからねでも振り手にしなかったですねしなかったですね6球差が目に見えて8枚切れだうん,うんあと藤島には一応パー層が現物っていうことですか3層、はい、の積も割りはなかったそしてもう藤島の王確定してますね、はい もうちょっと祈りますよあとは山田さんが転廃するかどうかですねはい山田がこれで全員のお点だけやめてくれとはい山田さんがスーピンかパワーピン引いたら転廃どうなるさあ入っておー藤島最後もう祈るような気持ちですよ今4000点でもいいから助けてくれどういう面持ちだ 内川の1人転廃で流局です。さあこれで1人沈みは回避、1回戦が終了しました。1回戦はトップから古橋、続いて内川、山田、藤島の並びで終了しました。続いて2回戦です。